修了式を迎えたのは、いずれも元会社員の尾形隆一さん56歳と小林洋平さん35歳の2人です。農業や農業経営に興味があった2人は去年1月、佐賀市富士町にある新規就農者のための研修施設トレーニングファームに入校。富士町では高齢地の特性を生かしほうれん草栽培が盛んに行われていて、2年間その栽培技術や経営方法などを学んできました。自然の状況とも共存しながら生きていくのは本当に今までの会社員時代よりもより大変だなと思いました。ほうれん草で一人前になって、今後新規就農の方々が入ってこられた時に、まあお手本になれるようになれればなと思ってます。2人は富士町内に住み、今日から農家として新たな一歩を踏み出します。